こんばんは。ごきげんよう。遊びに来ましたわ。
急に一日時間が空いてしまって、どこか出かけようにも、ほら、今外は物騒でしょ。そこで名案を思いつきましたの。そうだ、付き人の家に行こうって。別荘に住んでらっしゃると聞いて、一度見てみたかったですし、入ってもよろしいですか？何か不都合でも？私の情報網から掃除当番も食事当番も全てあなたがお一人で担当されているとお聞きしていますし、特に問題ないかと。うちの軽井沢の別荘とは比べ物になりませんけど。はあ、素敵な眺めですわね。まあ、うちのモナコのビル最上階からの眺望にはかないませんけど。これが男性の寝室ですの？ってなんだ、何もないじゃないですか。ドラマのセットでももっとこう生活感があるというか。なんだ、もっとこう男臭いものを期待してたのに。ベッドの下にエッチな本とか。もしかしてまたすぐこの街を出ていくつもりですか？だっていつでも引っ越しできそうだし。図星ですか？それはお姉さんのことでですか？自分を責めてはいけませんわ。そんなことをしたら生きるのが辛くなります。気持ち少しはわかります。私も母を亡くしてますから。母はもともと体が弱かったそうで、私を産んだ後も入退院を繰り返していたそうです。そして私が物心つく前に、私自分を責めました。私を産まなければ母は死ななかったんじゃないかって。でしょ？ほら、だから自分を責めちゃダメですよ。騙してなんかいないですよ。母が私を産んでから亡くなったのは本当です。悩んだ時期もあったけど、私もう決めてるんです。母は私を産みたかったはずだって。だから与えられた命を精一杯生きる、その姿を見てもらうんだって。そう考えられるようになったのは本当につい最近なんですけど、小さい頃は会いたくて会いたくて、読み人伝説を読み漁って神社に行って蘇ってくださいなんてお願いしたりして。だけど今はそうは思わない。読み人なんかになって会いに来てくれなくていい。この命を全うするのが私の役目、母が愛した神城堂を支えるのが私の宿命。母はこの御果て町に3年ほどしか住めなかった。だけど驚くほどみんなに親しまれていたみたいで、
未だに母の話を耳にするんです。よそから来た人間を心よく受け入れてくれたこの御果て町を母も愛していたと聞いています。私も母のような人になりたいけど無理。私こんな性格で気が強いし口悪いし、何より手本にしたい母を私は知らない。あ、この話長いですか？どうしてですか？そうですね。はい。今も見ててくれてますかね。だったら、あなたのお姉さんも。ああ、なんて無駄な時間の使い方。こういうのいいですね、たまには。ちょっと、私と話してるのがなかなかって、次元が低すぎませんこと？もう少しグレード上げていただけません？ああ、またもう私、めんどくさい女で結構です。えい！殺風景だから、壁に私のサインを書いて差し上げましたわ。これで私がこの部屋のオブジェになりましたから、一人の時も寂しくありませんわね。本も少ないですわね。もっといろんな本を読み漁っているのかと思っていましたけど。本は捨てない方がいいと思いますわ。昔読んだ本をまた読み直したくなる時ってありますもの。そういう散財がよろしくないのです。お金、たまらないですわよ。そりゃ、15年間生きてきた私の。はい、早生まれですから、言ってなかったでしたっけ？失礼な。れっきとした高校1年生です。子供扱いやめてください。もう大人ですから。もう！だから子供じゃないって言ってるでしょ！
供だって言うならこっちにも覚悟がありますよ。子供じゃないんだから。子供じゃ大人です。マイミネさんたち帰っていらしたみたいですわね。私がドアを開けた方がいいですよね。いやましいことはないんですもの。ったく、すぐに出てくるのかと思ったらこんなに長いしやがって。待ちくたびれて思わず呼び鈴鳴らしちまったじゃねえか。私が入るところからつけてたのね。気持ち悪い。さあや、俺と一緒に来い。呼んでみろ。面倒なことが起こるぞ。上白家の根幹を揺るがす大変なことがな。あんたなんか知らない。誰？どうして私をつけ狙うの？まあそうだな。だけどそんな簡単な話じゃねえんだよ。いいか、朝や、よく聞けよ。俺はお前の何しやがる。ちくしょう、舐めやがって。さあや、俺を誰だと思ってるんだ。はい、お前は俺の娘だろうが。で、感謝状、欲しい？欲しいの？駅前のゲームショップでレトロゲーム漁ってたの。久しぶりに落ちゲーやりたくなっちゃって。そしたら見て、ほら、あんの、アプリで。しかも激安。妄想だろ。金持ちにはそういう連中が群がるのよ。ま、いろいろ調べてからあんたとその子からは事情を聞かせてもらうわ。ゆっくりとね。さや！お前、さやを危険なことに巻き込みやがって。違います。彼は私を助けてくれたんです。すまない、取り乱した。後で礼をさせてくれ。今はサヤを連れて失礼する。男が何か言っていたみたいだが、ただの妄言だ。
他言無用でお願いしたい。おい、聞いたか？雑誌記者を殺した犯人、昨日捕まったみたいだぜ。ああ、サヤが襲われたって話ね。聞いたけど、そいつ、殺人は否定してるらしいよ。あまり細かい情報はネットにも載ってないんだよな。なあ、お前は何か知らないのか？あれ？そこ隠すの？昨日の夕方別荘に戻ったら警察車両が来てて、もう大変だったんだから。さやちゃんが彼と家で遊んでて、そこで変な男に襲われたんだって。あれ、お前とさやってそんなに仲良かったっけ？付き人がなんで雇い主を家に呼ぶんだよ。何？そういう遊び？そういうプレイ？今日は花子も休みだね。人も集まらないし、なんか寂しいから解散にする？まゆみ、ちょっと黙っててくれるか。俺は今、さやとこいつが行っているであろう親しい遊びの内容についてだな。なんであんたとエロトークしないといけないの？あんた、さやのこと心配じゃないの？さやちゃん、ちょっとかわいそうだね。つけ回されてた記者が殺されたり、かと思えば今度は怪しい男に襲われたり。いつもは強気に振る舞ってるけど、さすがに心配よね。傷ついたサヤ、それ燃えるな。サヤちゃん、神城邸から出られないみたいよ。え、それって軟禁状態ってこと？そう、さやちゃんの身を案じたお父様が屋敷から出してくれないって聞いたわ。それ誰から聞いたの？運転手の服部さん。朝駅前で偶然会ってね。彼とはね、抹茶カフェでよく会うのよ。抹茶仲間って感じ？そこで教えてくれたの。なんか女性に弱そうだったもんね。山城先生にもデリッとしてたし。雪乃さんも女の武器使ったんじゃないの？うふ、減らないものは使うわよ。おい、そんなことより俺はなぜさやがこいつの家にいたのかを知りたい。まずそこを解決しよう。どうでもいいでしょそこは。つか悟れよ。ケンスケ、あんたウブか？鈍感か？鈍感でしょ。そうだった。なんだよ、みんな興味ないのかよ。どうなんだ天菜、お前だって知りたいだろ。天菜？ごめん、聞いてなかった。聞いてねえし、
なんだよクソ、俺もう帰るぞ。どうぞどうぞどうぞ。消えろ。ほら、アマナのが一番答えるんだよ。これが今日は山城先生も来れないって言ってたから、このまま解散しよっか。どうミウ？そうしよう。おーい、お疲れした。なぜここが分かった？さや、時間がない。すぐに出るぞ。服部！はっ！いえ、私は念のため医師の診断を仰いだだけだ。大事ではないから心配しないでくれ。覗きとは褒められたものではないな。何をしに来たのかは分からんが、これからさやと仕事でホテルに向かう。ここで失礼するよ。
んと私を探してくれたのね。街をプラプラしてる暇そうな高校生くん。私はいろいろね、この街を取材して回ってるから。そうって冷たいわね。これでもちゃんと成果を上げてるんだから。例えば、そうね、先日君が捕まえてくれた男、黒ずくめで別荘に押し入ったあいつね。やっぱり君何か隠してるわね。ちょっとそこまで面貸しなさいよ。あ、この灯台、町のランドマークとも言える場所なのに、周りに何もないから人が来ないのよね。そんな爽やかなセリフでごまかさないで。さやちゃんを襲った男のこと、どこまで知ってるの？なんだ、そんなのとっくに腐ってる情報だわ。この世はギブアンドテイクよ。私が教えたら、君は何をくれる？なによそれ。まあいいわ、居候の身だからお礼に教えてあげましょうかね。さて、どこから話そうかな。あの男ね、名前は教えてくれなかったからわからないんだけど。まあまあ、あの男、15年前に DV が原因。その離婚した奥さん、実はお腹に子供がいたって噂なのよ。その噂が本当なら、暴力夫から逃げたのも無理もない話よ。万が一お腹を蹴られて流産なんかしたら、後悔してもしきれないわ。離婚後、その奥さんはこの町へ、そして可愛い女の子を産んだ。って考えるとって話。言っておくけど、これはあの男の一方的な話だからね。でもね、私調べたの。ほら、覚えてる？さやちゃんのお父さん、上城東一郎は二度結婚してるって話。その二回目の結婚をした時期が、DV 男から逃げた奥さんがこの町に来た時期と一致するのよ。しかも、上城東一郎は再婚後、数ヶ月でさやを授かってる。もし再婚相手がその奥さんだったとしたら、DV 男のヨタ話は。さらに、ここが私のすごいところよ。この話、裏を取ってみたの。役所に行ってね。このくらいの行動力がないと、作家として山城先生を超えられないからね。調べたのはさやちゃんの戸籍よ。もしこの私の推測が正しければ、戸籍にその証拠が残っているはずなの。日本には300日ルールというものがある。
簡単に言うと、離婚して300日以内に生まれた子供は全部の子供とするというものよ。私の推測が正しければ、さやちゃんは上白東一郎の実子にはなれない。戸籍上は養子と記録されているはず。確かめたわよ。上白さやは上白東一郎の。これを知ったら何かおごってくれる？この世界はギブアンドテイクなのよ。バイトしなさい、バイト。ああ、サヤは上白東一郎の実子だったわ。実子だったわ、戸籍上はね。だっておかしいと思わない？15年前、上白東一郎は2度目の結婚を明らかに急いでる。相手はつい先日離婚した女よ。考えが浅はかね、貧乏転校生。15年前なら上白堂はすでに強力な地位を築いていたわ。正直この程度の役所仕事をねじ曲げることくらい簡単だったはずよ。戸籍なんてちょっちょちょいよ。うるさいな、貧乏転校生。まあ確かに私の邪推かもしれないけどね。ただそうでも考えないと、あの男がさやちゃんに近づいた動機がなくなるのよ。ちなみに女子高生連続死亡事故への関与の可能性は低いそうよ。それからあの東堂って記者の殺害事件についてもね。君、最近さやちゃんと仲が良さそうだから、きっとこの後有力な情報を私に流してくれるんじゃないかなと思って。え？それは。確かにそうね、ちょっとやりすぎたかな。ごめん、反省する。これって私が調べたいことじゃないものね。わかってるわよ、君の性格は。大体ね。ご想像にお任せします。言ったでしょ、この世はギブアンドテイクなんだって。それじゃあ私行くわ。この話は誰にもしないから安心して。
What's up, Dreamer Tribe? What's up, world? I am Bianca, and thank you so much for watching this video. If you enjoyed the content of this video, don't forget to hit that thumbs up button to let me know. And also, if you haven't subscribed yet, and you want to be a part of the Dreamer Tribe, just hit on that subscribe button. We also have tons of different content here on my channel, so be sure to check those out. Until the next video, dream on, fly on.